私は我慢の限界となり、夫にこのことを相談した。すると、夫からは驚きの発言をした。はあ？お前何言ってんだよ。え？俺の家族を疑うなんて最低だな。お前がそんな奴だとは思わなかったよ。こっちこそ、夫がこんな奴だとは思わなかった。夫なら私の味方でいてくれると思ったのに。私の名前はサキ、25歳の会社員。私には3年付き合っている同い年のカイトという彼氏がいる。カイトはとても優しくて頼りがいのある男性。仕事も頑張っているし、見た目も清潔感があって私の好きな塩顔男子だ。そんな彼と仲良く幸せな恋人関係を築いていたのだが、ある日彼がとてもそわそわしていた日があった。これはもしかして。私は彼からのプロポーズを期待した。すると彼はポケットから小さな箱を取り出し、箱を開いて私に指輪を見せながらプロポーズをした。私はこの上ないほどの幸せを感じた。大好きな彼からのプロポーズ。私はすぐに彼からの結婚の申し出を受け入れた。こうして私たちは恋人関係から婚約者となった。夢見心地な状態で私たちは結婚の準備を進めていった。まずはお互いの親への挨拶だ。私たちは先に私の両親に会いに行き、結婚の報告をした。人懐っこい彼の性格に私の両親もすぐに心を開き、彼のことを気に入ってくれた。父に関しては彼と釣りという共通の趣味を持っていて、今度海釣りに行こうと話していたくらいだ。そしてとうとう彼の実家に行き、ご両親に挨拶する日が来た。私は気に入られるかどうかと朝から心臓バクバクで緊張しっぱなしだった。彼はそんな心配しなくていいよと笑っていたが、やっぱり初めて婚約者の親と会うのは緊張してしまう。私は失礼のないようにしなきゃと気合を入れて挑んだ。義実家は敷地が広い一軒家だった。しかも最近リフォームしたとのことで、家の中はもちろんのこと外装もかなり綺麗。義両親は笑顔で私たちを出迎えてくれた。よく義母に無視されたという話を聞いたり、ネットなどで見たことがあったので、ちゃんと私の目を見て挨拶をしてくれた。義父もずっと笑顔で優しく話しかけてくれた。私たちは今に行き、お茶を飲みながら会話を楽しんだ。カイトがこんな素敵なお嫁さんを連れてきてくれて本当に嬉しいわ。ご近所さんに自慢できるな。おいおい、サキが恥ずかしがってるじゃないか。ご両親に褒められて私が照れていると、彼はところでさとちょっと真剣な顔で話し始めた。結婚したらさ、この家で俺の家族と同居したいと思ってるんだけど、どうかな。え？サキさんが良ければなんだけど、私たちとしては賑やかになって嬉しいし、ぜひ同居したいなって思ってるんだ。ほら、私たちももう高齢になるし、家にいる人が多い方が安心なのよ。私はいきなりのことで驚き、一瞬悩んだが、この家族となら同居してもいいと思った。わかりました、これからよろしくお願いします。本当か？いやー嬉しいな。そうね、私は念願の娘ができたような気分だわ。サキ、本当にありがとうな。彼やご両親の笑顔が見れてよかったなと思いながらお茶を飲んでいると、ふとドアが開く音がして、台所へと歩いていく影が見えた。私がカイトの方にちらりと目をやると、あれは俺の兄貴だと言った。私は挨拶しなきゃと思い、立ち上がって彼の兄の前に立った。お兄さん、はじめまして、サキと申します。どうも。
彼の兄はただそっけない返事をしただけだった。見た目は細くてひょろ長い感じで、髪の毛はボサボサ、スウェット姿に下を向いたらすぐずり落ちてきそうなメガネ。そして牛乳とアンパンを持ってすぐに自室へと戻っていってしまった。私が席に戻ると彼もご両親も苦い表情をしている。ごめん、実は兄貴ずっとあんな感じで、いわゆる引きこもりってやつ。そうなんだ、ごめんなさい、ちゃんと先に説明すべきだったわね。もしかして東京嫌になっちゃったかしら。いやいや、そんなことないです。そうかい、よかった。私は本当に気にしなかった。パッと見害はなさそうだったし、それに今は引きこもりたくなる世の中だ。本人が休みたいと思うだけ休めばいいと私は思っている。その後私たちは無事に結婚式を挙げ、新婚旅行を終えて義実家へと荷物を運び、義家族との同居生活が始まった。同居生活は最初の頃は特に何も問題はなかった。義母から嫁いびりをされることはなかったし、義父も結婚の挨拶をした時のようにいつも優しく話しかけてくれる。私は結婚を機に専業主婦になったのだが、義母と二人で手分けして家事をこなしているので、毎日綺麗に家を保ったままゆったりした時間を過ごせていた。だが義兄のことに関しては相変わらずだった。義兄はいつも昼前に起きてきて、いつも通りボサボサ髪のスウェット状態で台所にやってくる。私がお兄さんおはようございますと元気よく挨拶しても、どうもとしか言わないし、お昼ご飯作りましょうかと提案しても、いや部屋でこれ食べるので大丈夫ですと敬語で話され、アンパンと牛乳を持って部屋に戻っていってしまう。一体毎日何をしているのかわからないが、義兄は晩ご飯を食べに来る時間帯も夜遅い。だいたいいつも私たちが食べ終えて2時間くらい経ってから食卓に座り、ラップしておいた料理をレンジで温めて黙々と食べる。食器は自分で洗ってくれるから助かるが、やっぱり家族間での会話が少ないのは気になってしまう。どうしたものかと思っていると、ある日事件が起きた。それは私が洗濯物を畳んでしまっていた時のこと。私が自分のタンスの引き出しに下着をしまっていると一着なくなっていることに気づいた。最初は洗濯かごに入れてたかなと思ったが、今は洗濯し終えたものをしまっている時だったので、それはない。念のため洗濯機の中を見たが空っぽだった。え？ということは誰かが取っていった。私は急に怖くなったが、こんなこと誰に相談したらいいのだろうか。夫に相談して犯人探しみたいなことをさせるのも申し訳ないし、かといって義母に相談してもまだ取られたという証拠がない状態だから、ただただ嫌な思いをさせるだけだろう。結局誰にも相談できず、モヤモヤが募ったが、私は自分が不注意でなくしたと思い込むことにした。だがそれから数日経った頃、またしても変なことが起きた。それは私が風呂から上がって風呂場を出た時に視線を感じるのだ。パッと見ると少し離れたところに義兄の姿があった。え？と思ったが、義兄はただ私にお辞儀をして自分の部屋へと歩いて入っていった。そして別の日には私がトイレから出ると、また少し離れたところで義兄の姿が。私はなんだか怖くなり、義兄のことを怪しいと思うようになった。すると数日後、また私の下着が一着なくなっていた。絶対誰かに盗まれている。きっと犯人は義兄だ。私は我慢の限界となり、夫にこのことを相談した。すると
夫からは驚きの発言をした。はあ？お前何言ってんだよ。え？俺の家族を疑うなんて最低だな。いくら兄貴が引きこもりだからって犯罪者扱いすんなよ。でも最近お風呂やトイレから出るといつもお兄さんの姿を見かけるのよ。今までは鉢合うことなんてほとんどなかったのに。お前がそんなやつだとは思わなかったよ。こっちこそ夫がこんなやつだとは思わなかった。夫なら私の味方でいてくれると思ったのに。それから私は夫とすれ違うようになり、ちょっとしたことで喧嘩をするようになった。会話がない日だってあったし、今までは気にならなかったことも目につくようになった。そして1ヶ月後、さすがに私たち夫婦の間に流れる不穏な空気があまりにも気になったのか、義両親が何かあるなら話し合おうと私たちを居間に呼んだ。夫は別に話すことはないよと言ったが、私はこれはいい機会だとして全て打ち明けることにした。実は私が自分の下着が盗まれているということを告げると、義両親は絶句した。そんな、俺は咲が間違って捨てたと思ってるんだけどな。こいつ俺たちの誰かが盗んだって言い張るんだ。なんだと、家族を疑うというのか。それは聞き捨てならないな。いくら引きこもりだとしてもあいつがそんなことするわけないだろう。嫁のくせに嫁ぎ先の家族を疑うなんて最低だ。そんな嫁はいらない、離婚しろ。そうだな、父さんの言う通りだ。この家の人間を疑うというのならこの家から出ていけ。まさに自分たちは立場が上だと言わんばかりの高圧的な物言い。私が下を向くと、なんとなく夫と義父がニヤニヤしてるのを感じた。嫁を服従させていい気になってるんだろうな。私は立ち上がり、わかりました、じゃあ離婚で、と言った。え？聞こえなかった？離婚でいいって言ってるの。夫はみるみる顔が青ざめていく。義両親もまさか私がそんな発言をするとは思ってなかったんだろう。驚いたまま固まっていた。ちょっと待てよ、本気じゃないよな。本気よ。っていうか離婚は少し前から考えてたわ。ちょうどいいから離婚届持ってくるわ。そう言って私は自室に戻り、離婚届を取ってきて夫に突きつけた。マジかよ。あなた、私が助けを求めても私の味方になってくれなかったじゃない。そんなあなたには失望したし、それに犯罪者と一緒に暮らすなんてもうごめんなの。いや、だからさすがに兄貴はそんなことしないって。誰がお兄さんって言った？私が言ってるのはお父さんのことよ。え？義両親と夫は驚いた顔で私を見た。何を言ってるんだ、そんなデタラメ言うな。実はこの1ヶ月の間、隠しカメラを仕掛けておいたんです。え？私はそう言って隠しカメラの映像を見せた。そこにはバッチリと私の下着を盗む義父の姿が。そして他にも風呂場を覗こうとする映像も見せてやった。そんな。お母さん、すいません。あなたに見せていいものか本当に悩んだのですが、でも私はこれ以上我慢できなかったので。何やってんだよ父さん。いや、これは、その、初めからこれを計画して同居話を持ちかけたんだろう。よしと、どういうこと？父さんが覗きをしてるのを最初に発見したの、俺なんだ。え？そう、実は義兄は全然怪しい人間ではなかった。むしろ、いち早く私の危険を察知していたのだ。遡ること1ヶ月前のある日のこと、私は義兄からいきなり話しかけられた。その時は私は義兄が怪しいと思っていたし、しかも家には他に誰もいなかったのでめちゃくちゃ警戒していた。だが義兄はスマホを取り出し、ある写真を私に見せた。
そこには風呂場を覗くギフの後ろ姿が映っていたのだ。すいません、父さんにバレずに決定的瞬間を撮ろうとしてもなかなかうまくいかなくて、昨日やっと現場を抑えることができたんです。義兄はずっと私に危険が迫っていることを知らせようとしていたのだ。私は下着が盗まれていることも義兄に相談した。そのため二人で作戦会議をし、部屋に隠しカメラを設置することにしたのだ。ちなみに作戦会議は義兄の部屋で行ったのだが、部屋はものすごく綺麗でシンプルでおしゃれな家具で統一されていて、さらにはアロマを焚いているから香りも華やか。これが本当に引きこもりの部屋？と思い、恐る恐る聞くと義兄は、ああ、と苦笑い。よくよく話を聞くと、義兄はフリーランスでウェブライターと動画編集の仕事をしていて、すべて自分の部屋で作業をしているとのこと。そして夜型で夜中に集中して作業をすることが多く、また朝がとても弱いので昼前に起きて、とりあえず糖分をと寝ぼけた状態でアンパンと牛乳を取りに来ていたらしい。つまり不愛想ではなく、単純に寝起きでテンションが低かっただけで、基本仕事詰めだから家族と会話が少なかったというわけだ。親も弟もなんか勘違いしてるみたいだけど、訂正するのもめんどくさくてね。私は一気に義兄を信用し、二人で義父を懲らしめる計画を立てていたのだ。父さん、もう言い逃れはできないからな。そんな。サキさん、ごめんなさい。バカな亭主があなたにとても嫌な思いをさせてしまって。いえ、お母さんは悪くありませんから。サキ、悪かった。まさか父さんがこんなやつだったなんて。この家を出て二人で暮らそう。はあ、あんた何言ってんの。え、あんたとはもう離婚だって言ってるでしょうが、さっさと離婚届書いてちょうだい。そんな。夫は離婚したくないと叫んでいたが、私が弁護士を立てるよと言うとビビっておとなしくサインした。その後私は無事に夫との離婚が成立し、義実家を出て行った。一旦実家に戻り、これから仕事と部屋探しを頑張らなきゃなと思っていると、いきなり元義兄から連絡が。なんとデートのお誘いだった。今回の件で助けてもらったお礼もしたかったし、何よりちょっと義兄の普段は緩いけど芯のある性格に惹かれていたので、私はデートの誘いを受けた。すると当日待ち合わせ場所についてびっくり。普段ボサボサ姿しか見ていなかった義兄は、その長身を生かした細身の黒のパンツに黒のジャケットで、カジュアルなセットアップ姿で、コンタクトもして髪もバッチリセットされていた。まるでモデルのような見た目に、街を歩いている女性たちもチラチラと義兄を見ていた。私は普段の義兄を知っている分、そのギャップにやられてしまい、一瞬で恋に落ちた。そして義兄との交際が始まった。ちなみに義父はあの後義母から離婚を告げられ、今回の件を私が警察に通報したので逮捕された。義母はもともと保育士の仕事を持っていたので、知り合いの園長さんの保育園で働き始めたという。元夫については、私に振られたことや父親の犯罪行為によるショックで仕事に集中できず大きなミスをしてしまい、地方の肉体労働の部署に飛ばされたとのこと。まあ元夫のことはどうでもいいが、元義兄との出会いのきっかけとなったので、まあその点だけは感謝しておこう。一方、私と元義兄で現在の彼氏である義人さんは結婚し、義人さんの仕事はパソコンがあればどこでもできるからということで、近々アメリカに移り住もうかと話している。義人さんと一緒に家で過ごす日々はとても癒されるし、たまにお出かけに行く時のイケメンぶりもドキドキするし、毎日が本当に楽しい。これからも夫婦仲良く幸せな日々を過ごしていこうと思う。
最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。